ドイツからグーテンタグ、おまーちゃんキッチンです。今日はコーヒーゼリーを使って爽やかバージョンのティラミスを作りたいと思います。ティラミスっていうのはマスカルポーネを使うんですけども、今日はプレーンヨーグルトと生クリームを使いたいと思います。そして材料ですけれども、コーヒーゼリーは先日の残り こんな感じで半分ぐらい残ったのを使います。そしてプレーンヨーグルトは180から200を1日前にザルにあげて水切りをしておきました。水がもうこんなに出てます。これを使います。そして今日はゼラチン、板ゼラチンを使うので、これは水に入れておきます。ふやかしておきます。それから砂糖を 40g で、バニラの砂糖も一袋使います。ココアパウダーを使います。生クリームは80から 100cc 使います。で、コーヒーゼリーをですね、適当に取って、適当な分量を容器に移して機械で粉々にします。機械で粉々にするっていう表現はちょっと変ですよね。機械で砕きました。こんな感じにしました。で、これを容器に移します。そして生クリーム 80cc を一度お鍋に入れて沸騰させます。この時にお砂糖も加えてしまいます。バニラツッカーですね、バニラのお砂糖。そしてお砂糖を 40g で、これを火にかけます。生クリームの中にふやかしたゼラチンを入れます。粉ゼラチンでもいいんですけれども、私はこれを使います。板ゼラチンを使います。そしてよく混ぜて冷まします。少し冷まします。このコーヒーゼリーの作り方なんですけれども、下の説明欄にリンクを貼りますので、よろしければご覧ください。そしてこれに水切りをしたヨーグルトですね、これを加えます。これは先ほども言いましたけれども、私は昨日のうちに冷蔵庫に入れておきました。だいぶ水が出ますよね。そして混ぜます。そしてこの混ぜたものにですね、先ほどの生クリームを一緒に加えてもいいんですけれども、私は今日はこれをまず容器に移してしまおうと思います。このようなウイスキーグラスに今日は入れます。そして3つ作れました。まあ、この容器の大きさによるんですけれども、いくつ作るかは小さな容器に入れればたくさん作れますし、それは調節できると思います。でもこれは酸っぱいので、この時点ではヨーグルトがプレーンヨーグルトですのでね、お砂糖も入ってないし酸っぱいので、この時点でコーヒーゼリーとヨーグルト混ぜたものを分離して容器に移す場合には、あまり量を多くしない方がいいと思います。それからコーヒーゼリーを作った時もやったんですけれども、このお水ですね、この容器、これは寒天を冷やかしておいたお水です。私は氷は使いません。で、これで少し粗熱を取ります。粗熱が取れましたので、ここで3つのコップに入れていきます。
これを冷蔵庫に入れて固めます。でこのコーヒーゼリーですけども、これはこの間作ったコーヒーゼリーは大人向けのコーヒーゼリーとして作ったんですね。だからお砂糖がごくごく控えめに入っているので、かなり苦いです。お子さんも食べるような時には、私はコーヒーゼリーの方も甘くしています。でこれを冷蔵庫に入れて 1,2 時間で固まります。アルミホイルで蓋をして冷蔵庫に入れます。これで冷蔵庫に入れます。冷蔵庫から出してきました。固まりました。固まりましたので、ここでカカオを振ります。これで完成です。いいねクリックボタンやチャンネル登録をしていただけるととても嬉しく思います。それでは皆さん、またチュース。